にちは、ナノです。ユニです。お酒を飲みます。飲みます。撮影会のお疲れ、お疲れ会です。イエイ。乾杯しますか。はい、乾杯。乾杯。疲れたね、本当に疲れた。撮影の裏話とかする。うん。まずありすぎだね。最初は部屋で撮ってて、さっきまで外で公園で撮ってたんですけど、蚊に刺されすぎて痒かったね。痒かったね。うん。うん。ま。時間差。うま。そう、なんか刺されないようにずっとね、ずっとこうずっと動きながら、だって。あ、いいよ。あ、いい、めっちゃいいってずっと足踏みしながらやってたのに、うん、最終的にね、1人20箇所ぐらい多分刺されたよね。うん、やばいね。見えますかこちら。努力の結晶がありますよ。楽しみにしていたオクラの時間だよ。オクラのおひたし。何ため息ですか。友達と、うん、なんか恋愛の話になるけど、すぐ、うん、なんか嫌なやつに限って恋人いない。私には彼氏がいないのに、うん、あいつには彼女がいる。うん、なんか作ってなるほどね、うん、なんでだろうね。うん、悲しくなっちゃう。悲しくなっちゃうの、うん、どうしたらいい。先輩、はい。うまっ。お前ら、うまい。オクラのケーキ、なんだろうね、うん、人を言いくるめるのが上手なんじゃない。ひどいね。うん、私その嫌なやつがさ、いい恋愛をしてるとは限らないからさ。確かに。そうだよ、なんかクソみたいな、うん、どうでもいいやつととりあえずで付き合ってるだけかもしれないし、もしかしたら相手のこと別に対して大事に思ってないけど、うん、彼女がいるっていうことにステータスを感じてる人類もたくさんいるじゃん、世の中には。彼女を大切に思ってるかもしれないけど、うん、適当な人と付き合って、うん、で、まあたまたま平和に続いてるから3年たまたま続いてるだけかもしれないし、うん、そうだったし。まあそうじゃなくても、適当なやつと付き合ったら意外といいやつだったのかもしれないし、わかんないけど、切なくなってるんですよね、たまに。なるほどね。でもなのちゃんさ、うん、まあ、今好きな人いるわけじゃん、うん、好きっていうか好きだね、うん、好きな人がいることに対して幸せだなとか思わないの。 もどかしい気持ちもあるけど、うん、あ、でも幸せかも。本当？たまに悲しくなるけど、うん、だからさ、その別に付き合ってても付き合ってなくても幸せだったらそれでよくない？うん、確かに。なんだろう、付き合うことがゴールだったら別に適当な、うん、チョロそうなやつと付き合えばいいわけじゃん、うん、でもそうじゃなくて、今の人が好きであることが幸せだと思うからさ、うん、もし付き合うのが難しくてもその人をって追うわけじゃん、うん、だからそこで虚しくなる必要はない。あー、なるほどね、うん、いいかもしれない、うん、もしなっても、うん、いや、私には私のハニーがいるから。人に付き合ってる人っていっぱいいるから絶対できないな。なんかあったの、 MBTI の、うんうんうん、あの適当、とりあえず付き合うができない MBTI ランキング、うんうん、1位 INFJ、うん、私みたいな。そんなのあるんだ。そう、だからさっき聞いたの。ん、さっき私の何って聞いた、うん、でもちょっと気になった、あの N か S かみたいな。ハオン N、 感情型だ、うんうん、なんだっけ、宿題を見せてあげた友達がその宿題をどっかやっちゃった
とするじゃん。それが1パターンで、第2のパターンがこっそりその宿題を写してたみたいな、うん、私の許可取らず、うんうんうん、それにどっちがムカつくかみたいな。後者。あ、そうなの、うん、それじゃあ S だ。そのなんだっけ、 N は気持ちを優先するから、うんうん、わざとじゃないじゃんか、なくしちゃったの。ん、だからなくしちゃったのはしょうがないと思う。そうそうそう、あれどっちを許せないんだっけ。さあ、だから勝手に取ろう、うん、ああ、じゃあ N だ、うん、N です N だ、N でした。 ENFP、うん、だった気がする。うーん、E なんだ。うん、こうなんかあのウィル・スミスと一緒だったあとウィリー・ウォンカなんかすごそうだねすごい人しか覚えてないだけで美しい。無言で見せに行くタイプで私さ、うん、マジで恋愛こじらせすぎてさ、うん、なんか愛ってなんだろうって思い始めてさ。いやでも考えるんじゃない大体考えるうん、愛するということって読んだ。それを買ったの。なんかいいかも。全部読んでないけど。ああ、そうなんだ。私のスキップも、うん、結構哲学的なこと考えるの、うん、好きっていうか。いいね。なんかそういう本とか、うん、多分好きだ。うん、でなんかどんな本持ってんのみたいな。うん、なんかちょくちょく聞かれるんだけど、私別にそんななんか実用書が多い。うん、うん、わかる。から。うん、何もないレパートリー勧められる本2本しか持ってない。え、何結構パリの女たちみたいな感じの。で、その12人ぐらいピックアップされたパリの女の人たちの生き様というか、気になる生き方のモット。ちょっと似てるかもだけど、なんて本だったっけな。私たちが27歳だった頃みたいな、うん、有名ななんか漫画家の人とか女優とかいろんな人がなんかその27の頃を振り返って、うん、などうだったかみたいなやつで、それめっちゃいい。面白そう。面白い。めっちゃ面白そう。食べる？大丈夫。嫌いなネタとかあったら食べるけど。タコ、卵。結構あるじゃあ食べる食べる。嫌いっていうかなんかいや、いなくてもよくねみたいないただきますこれタコだよ、うん、卵、まあ、卵ってうまい、うまいかまずくはない。うん、なんか寿司の中になんかしれっていうのがちょっと腹立つ海苔巻かれちゃう。ご丁寧に、ね、ご丁寧に。私は大人になってから、うん、卵の良さが分かった。まだ慣れてないってこと？いや、分かんない分かんない別に大人になっても分かんない人もいるんじゃない私もなんか子供の時とか、うん、卵いいんだろうみたいな、うん、卵は好きだけど他に食べるものなんじゃないみたいな、うん、でもなんか小休憩感じでもあるし、海鮮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 で、うん、なんか飽きちゃう時があるのよ。あ、なるほど。なんか小休憩っていうのもあるし、うん、単純に寿司の中にいるとかどうとかじゃなくて、甘い卵と酢飯の組み合わせがうまい。あー、いなり寿司みたいな。いなり寿司も甘くない？確かに。2024年は恋人できるってゲッターズ飯田が言ってた何で見たの？ゲッターズ飯田がさ本出すの、うんうん、年末に、うん、あれに書いてある。結構分厚いやつ、うん、買ってんだよねあれ。毎年毎年これ見せできたらいいな。応援してるよ、うん、でもそうだね、好きな人とさ、うん、あんまり頻度的にさ会えないのさ、うん、結構さ、うんっていう気持ちになるよね、うん、好きな人にはこう頻度で会いたくない。いやーマジそう。なんか付き合ってなくても、うん、結構そうなっちゃう。なんか週一で会いたいみたいな。あ、ちょっと聞きたいことがある。はい。LINE の、うん、頻度、うんうん、遅い人
とすごい早い人、うん、どっちがいい？遅い人かな。ほんまに？うん、なんだ、私過去に早すぎて、うん、なんかうってなった経験がある。うーん、早い人って大体すっごいかまちょっていうか、うん、ああなるほどね。なんかめっちゃ出来合い系な上にめっちゃなんか一瞬でビュンって帰ってくると、うん、え、私以外にやることないのみたいな、はあ、なるほど感じに思っちゃうし、うん、でなんか大体あの可愛い系のスタンプとか使ってたりするわけよ。なんかでなんかスタンプはそれにしようとか言ってくるけど、スタンプそれはだるいな。うん、てか何、お揃いにしたいんだったらじゃあプレゼントしてくれれば確かにでなんかカプセル買わなきゃいけないみたいな、別に好きでもないスタンプをだる、うん、ことがあって、うん、まあでもそれは結構本質をついてるかなっていう、うん、こういう感じの人はこういう感じなのかもしれないと思って、うん、私、まあ、めっちゃ遅い人にはあんまり恋愛関係になったことないけど、うん、まあ自分的にはまだかなって思うぐらいの人は、まあ、過去に、まあ、いて、うん、あっちもそれくらいなんだったらこっちもそれに合わせないとこの人と付き合えないっていうか、うん、この人とはやっていけないなって思うから、うん、その人ばっかりに自分もならなくなるし、あーなるほど、こっちも自分の生活を保ちながら好きでいられる、うん、その人ばっかりになっちゃうとさ、うん、どんどんなんだろう、依存っぽくなっていくっていうか、うん、結構苦しくなりがちだから、うん、よりは全然遅くて、うん、まあ、それでなんか遊んでるとか、うん、こっちのことを適当にしてるとかだったら嫌だけど、うん、別に遅い分には全然あれか、ね、逆にお互いに自立しやすい気がする。はあ、なるほど。なんか私とかはなんか、うん、特に好きな人だと、うん、なんかパッて来たら、うん、来たことが嬉しくてなんか、うん、結構すぐ 見ちゃったりとかして、うん、もう既読はつけずとも、うん、なんか見てなんかその人のことやっぱ考えちゃうじゃん、返信を見たら、うんうん、ってなるとなんかこうどんどん膨らんじゃうっていうか、あ確かに、その人のことを思う時間が増えちゃう、うん、でも自分のやりたいこともあるタイプだから、うん、その時間が増えすぎても、うん、その幸せなんだけど、うん、自分の生活がどんどん潰れちゃうわけ、うん、そうだね、だから遅い方がいいかな。あれ聞いて確かにって思った。でもなんかやっぱ相手がどういう人柄かとかどういう性格なのかとか、うん、分からない状態でめっちゃ遅かったら不安にはなる、うん、あそうだよね、とは思うけど、うん、だからまあ状況によるよね、うん、でめっちゃ早いよりはめっちゃ遅い方がいいかも、まあ、どっちからかというと早いぐらいが一番ベストかも、うん、そうだよね、うん、そうだよね、うん、あとこれ議論っていうか、うん、私の意見なんだけど、うんうん、玉残しには絶対に乗りたくないっていう。なんだっけ玉残しって、あの金持ちの男性と結婚するみたいな、うん、それを玉残しに乗ってんだけど、うんうん、それに憧れる女の人ってたくさんいるんだけど、うん、多分ね、うん、私は絶対それやな、うん、だって自分がある程度自立した状態で玉のこしに乗るならいいんだけど、うんうんうん、そんなのスキルがない状態で玉のこしに乗っちゃってそのまま行ってさ、いつまでもさ愛されるとは限らないじゃん、うんうん、じゃあね俺はまきた、うん、こっちの女にするぞって言ったらさ、自分は何のスキルもない状態で世の中に放出されてさ、うん、最悪やん、うん、しかもさ誰が稼いでると思ってんだよとか言われたらさ、なんでその言葉地雷なわけ、うん、大っ嫌いなんだその言葉が、うん、だから玉のこしには乗りたくない、うん、逆にもう私が金持ちになりたい、うんうんうん、どうあなたはどうですかってことですね。そうどうですかみたいな、いやかっこいいと思います。ギラ稼げる女になりたい、もちろんそれなれるならなりたい、うん、けど私は好きな人が、うん、たま、何お金持ちだからっていう理由ではなく、うん、本当に愛した人がお金持ちだったら全然乗っちゃう、うん、マホマホ
そのお金持ちだからっていうのが、うん、その要素の一つとして入るのは違うなって思う、うんうん、それは抜きにして、うん、本当になんか本当にこの人愛してるってなってたまたまめっちゃ富豪だった、うん、とかだったら全然乗るし、うんうん、乗った上で自分のやりたいこととかを突き詰めたい、それを利用できるんだったら利用して、うんうん、自分のやっぱ結局金があった方が生きやすいとか、うん、何事もやりやすいわけじゃない、はい、そうです、そうですね、その通りです、あの同じです同じ考えですね、うん、同じです、はい、同じです、好きの前に金の話が来るのは違うだよね、うん、でしょ、うん、私普通に私愛してくれる人じゃないと絶対嫌だ、うん、愛されたいよ、うん、こよなくこよなくこよなく愛されたい、あ、頑張ったらお酒が美味しい、まず決めてるさ、うん、悲しい時にお酒飲まないって、あ、なんかお酒ってその時の感情を増大させる、そうそうそう、増幅させるものだと思ってるから、確かに悲しい時はもっと悲しくなるし、悲しい時はもっと悲しくなるから確かにでしょ、これマジでそうだと思って、うん、確かに、だって、うん、普段は人前で泣かなくても、うん、酔ったらめっちゃ泣いちゃうもん、うんうん、でしょ、号泣する、マジ失恋した時にワインを1本開けたことがあってボロ泣き、うん、もう夜中に声出して泣いたら、うん、あのおばあちゃんが2階から降りてきて、人生いろいろあるよ慰められる何があったか分かんないけど、人生さすがになんかおばあちゃんに失恋したって言えなくてとりあえず、うん、うん、うん、みたいな言ってた優しいな、なんか家族って優しい、なんかなんだかんだ愛されてるなみたいな、うん、しんみりしんみり愛されてんで、愛してくれる家族でよかったと思うよね、うん、余裕ない時は気づかないけど、回転寿司行くとナスのさ寿司あんじゃん、わかんない、嘘、スシローとかあるよ、ほんと、うん、いやわかんない、私あんま回転寿司行かない、うん、嘘、あるよナスのお寿司、うん、もう誰が食うんだこんなのってナスを寿司に乗っけてんだよ、漬物、確かに誰が食べるんだろうな、確かにダイエット中の人、うん、魚も大して太らないけど、うん、でも私よりかも辛い時とかに、うん、とか疲れた時にバーって泣くとちょっとスッキリする、うん、から、うん、それでなんかすっきりした経験とかあるかも、辛い時に一人でお酒飲んで、うん、みたいなで泣いてちょっと、あ、よし、うん、泣くのはいいよね、でも、うん、尊敬できる人と付き合いますよね、尊敬できて、うん、共感ができて、うん、何だろう、何が大事だと思う、証拠悲しさを受け入れてくれる人、ああ、それをどうこうしようとか、うん、そうじゃなくて、うん、抱擁してくれる、いいね、感触してないですしてない、皆さん恋人ができたらお知らせします、お頑張るよ、2024年4年までいやちょっとヒロミに撮っといて、いや、うん、焦ることじゃないし、そう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 、飯田さん的には飯田さん的には24年にそう来ると輝く年だって出ましたので、飯田のことを信じて
頑張ろうと思います。頑張りましょう。バイバーイ。バイバーイ。